セバスファミリーは、公益社団法人日本バス協会が2009年に発表したキャラクター。バスをモチーフにした3人家族で、女の子のセバスちゃん、セバスママ、セバスパパの3人家族である。セバスファミリーのセは、セーフティーを意味する。日本バス協会、各都道府県のバス協会やバス会社は、毎年9から10月頃に、バスの日イベントを行うが、これらのイベントで配布するノベルティグッズなどでやセバスファミリーを時折見かけることができるほか、全国の路線バスに貼られているバス協会の広報ポスターなどでも主役を務めることがある。また、日本バス協会が毎年夏に行っている小学生以下の子供対象のバスのデザインコンテストの最優秀作品が2010年から実際のバスにラッピングされ1年間運行されることとなり、このバスの背面でもセバスファミリーの3人を見ることができる。セバスちゃんは活発で好奇心旺盛な女の子で安全・安心なバスたちの間での人気者だそうである。趣味は家族旅行、そして特技は停留所の名前を覚えること。しっかり者で倹約家。特技は観光ガイド。優しくて力持ち。趣味は街の散歩。たくさんのバスから慕われている。座右の銘は安全第一。ありがとうございます。